一連聖人御名範法恩上に示して曰く日蓮が慈悲広大ならば南無妙法蓮華経は万年のほか未来までもならるべし日本国の一切衆生の盲目を開ける功徳あり無間地獄の道を塞ぎぬこの功徳は伝行天台にも超え優樹歌唱にも優れたり極楽百年の修行は江戸の一日の功に及ばず肖像2000年の具図は末法の一時に劣るかこれはひとえに日蓮が地の賢きにはあらず時の死からしむるのみ春は花咲き秋は好みなる夏は暖かに冬は冷たし時の死からしむる